皆さんこんにちは、エルチュエデュケーションの美里です。今日は初対面で使えるフレーズシリーズとして、簡単ですぐに覚えれるフレーズを一つ紹介したいなと思います。で、まあメモの準備とかして一緒に話しながら覚えていってください。じゃあ早速いってみよう。 OK、 じゃあまずは最初は日本語で、日本でのお気に入りの場所はどこですか？さて、英語でなんて言うでしょう？これは Where is your favorite place in Japan? Where is your favorite place in Japan? どうでしたか？知ってましたか？これはまあ旅行に来てる人とかでもいいし、まあこっちに住んでる外国人のお友達と会った時にでも使えるフレーズなので、ぜひ使ってみてください。じゃあ最後にリピートしましょう。 Please repeat, OK? Where is your favorite place in Japan? Where is your favorite place in Japan? OK? You got it? 今日も動画を見てくれてありがとうございました。Instagram、Facebook、ウェブサイトもあるので、下の概要欄からぜひフォローしてください。で、この動画がいいなとか思った方は、いいねボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。で、例えば声のしてほしいなとかいうのがあったら、そちらもコメント欄の方にどん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 書いていってください。じゃあ、次回の動画もお楽しみに。Thank you guys for watching and catch you guys next time. Bye!